やあ、レディーたち。今年の俺たちは君のためのサンタさんになるよ。夜には空に飛び立つ予定だから、明るいうちに大きなツリーと並んで撮影してるんだ。オーナメントが眩しいね。ちなみに今は休憩中。みんなは次の撮影までの待機時間だと思ってるけど、実はオフショットを撮影することになってる。カメラマンは俺とアイミーの二人さ。ああ、他の人には秘密だよ。もし知られたら警戒されちゃう。察しのいいメンバーもいるから、念には念を入れよう。油断してるところに突撃して、キュートな表情をこのカメラに収めてくるつもり。想像するだけでワクワクするでしょ。俺も同じだよ。とびきりのプレゼントを送るから、いい子で待っていてね。ああ、応援の声ならいつでも大歓迎。聖夜にぴったりのアルバムになるように頑張るよ。トナカイのレディーたちはここで少し休んでいて、この家の子にプレゼントを配ってくるから。俺は夢と幸せを振りまくサンタさんだよ。任せて。少しで済めばいいけど、レンは一件ごとの配達に時間をかけすぎる傾向がある。このままのペースだと終わる頃にはクリスマスの朝になっちゃうよ。ごめんな。クリスマスの特別な贈り物だから、愛をたっぷり込めたいんだ。目覚めた時に笑顔になってもらえるように。アイミーの分も準備してるからね。大事ならなおさら夜のうちに配り終えないと。予定より大幅に遅れるようなら、僕がレンの担当分も代わりに届けちゃうよ。それでもいいの？それは困るな。確かにプレゼントの遅刻はダメだね。愛の大きさは変えずに最善のルートで行こう。じゃ、早速行ってくるよ。待っててくれるレディの元へ。メリークリスマス。どんなプレゼントを想像してた？きっとそのどれとも違うだろうけど、君を驚かせたくて隠れてたんだ。プレゼントはこの俺だよ。その顔ならサプライズは成功したみたいだね。こんなに大きな箱はあまりないから、開ける前に感づかれちゃうかもって、中にいる間は心配してたんだ。サンタクロースの俺だけど、朝日が昇るまではずっと君のもの。もし聖夜の星にお願いしてくれるなら、この先もそばにいさせてほしい。俺たちの間に入り込むものなんて誰もいないよ。外は雪だし、暖炉の火は二人のために燃えている。さてどうする？一晩中くっついて語り明かそうか。子供に帰ったみたいに幸福に胸を躍らせて、窓の外を眺めながら頬を寄せ合うのもいいね。クリスマスの夜は始まったばかり。なんだって思いのままさ。